1年ぶりのガチサバイバルにやってきました。サバイバル生活2日目、川の水を飲み食中毒に当たるも、ベッドの作成、火起こし、水の確保に成功。手長エビで腹ごしらえをして、翌朝3時潮が引くタイミングに備えて就寝することに。そろそろ空腹を満たしたいが、何か取れるのか。おはようございます。3日目の朝3時半ですね。まあ、拠点をね、地面から上げたことで結構寒さはしのげてますね。まあ、ただ普通に寒いは寒いね。ということで、何か獲物を探しに行こうと思います。で、一番下しか固定しなかったんですけど、もうほんと寝心地が悪くて、途中途中外したりできるのが逆に良かったですね。昨日開けたこのバケツをですね、獲物を入れれるようにします。暗いな。よいしょ。いや、意外と満ちてるな。どうしよう。そんなに引かないか。貝とかがいればいいんだけどね。素手で取れるものといえば貝ぐらいしかないでしょう。一応玉引きはいますね。取っておきましょう。多少の栄養源にはなるでしょう。この貝は海水が嫌いで水がないところにいるんですよ。面白いですよね。また川まで来ました。テナガエビがいればいいんだけどな。またいなさそうだね。ダメだなこりゃ。もうちょっと引いてると思ったんだけど、ダメだ。小魚はいるんですね。いました。あんな素手で取れるかな。ウツボに見えるんだけど。ウツボじゃないか。あれ、噛まれないように一瞬で陸に投げようか。素手でいけるだろ、あんなんだったら。果たして取れるのか。あー、右だ。くそ。あいつが取れてればかなりいいタンパク質だったのに。悔しいな。うわ、またウツボいる。でもあれはでかいな。あんなでかいのは取れないだろう。噛まれて終わりだ。うわぁ、何か武器があれば取れるんだが。いや、素手で取れるのはあんまりいなそうだね。いや、思いのほか引いてなくて取れる生物がいないわ。とりあえず1時間ぐらい捜索したんですけど、特に取れるやつがいないんで帰ります。帰り際ようやく見つけました。カサガイがいた。これはありがてえ。よし、取れた。うわ、奥にカニがいるわ。映ってるのかな。いや、でも結構近くにもいる。あ、手で取れた。取れたぞ。挟まれた。石ガニですね。素手で取れるとはこいつ。ありがてえ。もう一匹いるわ。あー、逃げた。カメラ持ちながらと取りづらいな。結構いるんだなこいつら。よしよし、早起きした甲斐があった。石ガニ2匹とカサガイと玉引き、結構取れましたね。これでスープでも作りましょう。はい、ということで朝まで耐えました。まあ、今回の拠点は地面から体を離してるんで、ある程度寒さはしのげるんですけど、もう体がバキバキになるね。めちゃくちゃ硬いから。まあ、とはいえこれ以上どうしようもないんでね、10日間耐えるのみです。全然疲れが取れない。なんだったら寝て疲れが増えてる気もする。じゃあ霜出たんで砂浜で体を慣らそうと思う。もう体がバキバキすぎて動けないわ。ああ、こっちの方が幾分かマシですね。いやー、動画上じゃ伝わらないと思うんですけど、あのベッドで寝るともう動けないぐらい腰が痛くなるんですね。日が昇ってきたな。いやー、今日も凄まじく快晴だ。今時刻は朝の8時ですね。1ミリも動きたくないんですけど、動きますか。やっぱりね、朝は低体温になってるんで体が重いんですよね。はい、それではまず最初にね、朝食を作っていきましょう。はい、こちらが今朝採れた食材です。この石ガニは食べ応えがあっていいですね。じゃ鍋に入れていきましょう。さすがに砂だらけだな。洗おう。まあ、正直今ね、気持ち悪くてあんまり食べる気起きないんですけど、食べた方が元気出るはずなんで食べていきましょう。俺の感覚的には3日目4日目ぐらいが一番きついね。1週間ぐらい経つと慣れてくるんだけど、3日目4日目がね、一番きついんだ。よし、元気つけよう。海岸まで遠いぞ。サバイバル家では海水が唯一の調味料です。調味料を取りに海岸まで向かいます。と、その前に川で砂を落とすとしましょう。よし、じゃあ川で洗っていきます。この川にはお世話になりっぱなしなんだ。すごい泥だ。よし、綺麗になりました。これに海水を入れて塩煮にしていきます。さすがにね、味が欲しくなった。
完璧です。サバイバル課では水で洗う、塩味をつける、ただこれだけの作業がこんなにも重労働なんですね。よし、拠点に戻ってきました。やっと朝ごはんが食べれますね。やっぱ食べると全然違いますからね。胃がムカムカしてあんまり食欲ないんですけど、とりあえず食べましょう。よいしょ、いいスープになるんじゃないでしょうか。どうだ、おお、いい感じだ。とりあえずスープから飲もう。もうめっちゃ曲がっちゃった。ではいただきます。熱そう。カニのめっちゃいい香りがする。ああ、めっちゃ美味しい。もうただの海水で煮込んだだけなんですけど、カニの出汁が出てめちゃめちゃ美味しいです。吸い物みたいな感じ。うまいわ。じゃあ石ガニも食べていきましょう。いただきます。朝食ですね。硬そう。ギリ殻ごと食えるわ。美味しい。ふんどし外してみようかな。あ、味噌もすごいわ。めちゃくちゃ美味しい。このカニ、このハサミは食べれないですね、硬すぎて。うん、若干生臭いな。2匹目。熱い。だいぶ殻が硬いね。でもこっちはでかいから。あ、こっちの方がうまい。めっちゃ味噌が濃厚。個体差がある。そしたらこちら次です。カサガイ、あのひっついてたやつですね。この内臓は俺あんま好きじゃない。内臓を取って、でおそらくレバーみたいな場所、ここを食べてみましょうか。あ、別に美味しくねえ。じゃあここ食べてみます。こっちはめっちゃうまいわ。歯ごたえもしっかりしててサザエみたい。で、この巻き貝は割って食べます。出てきた。食べてみましょう。あ、でも全然美味しいわ。ただ量が少ないな、この貝は。はい、ごちそうさまでした。まあ、少しね元気は出てきたんですけど、やっぱり世の中三大栄養素っていうのがあって、タンパク質と糖質、脂質、この3つなんですけど、まあ、今回の食事でタンパク質以外まともに取れてなくて、脂質と糖質が全然足りてないんで、そこがしんどいですね。脂質か糖質どっちか取りたいですね。6日目に脂の乗った魚が取れたらいいね。さて、腹ごしらえが完了しました。いやー、まあ元気ではないんですけど、次にやっていくことが定まってきました。食事よりも大事なことがあるなと気づきました。もう今完全に糖質と脂質が足りてないっていう状況は、まあ、そうなんですけど、おそらく糖質と脂質を取ってもこのままじゃ疲弊していく一方ですね。砂の上で寝ると本当に凍えそうになるんで、今回はですね木の寝床を作ってみたんですけど、想像以上に体がバキバキになります。もう今座ってるだけでしんどい。バッキバキです。はい、茅とか、まあ、ある程度植物を取って草でクッションを作って寝心地を良くするところ頑張っていこうかなと思います。今から茅を取りに行って、夜はですね塩作りをしようかなと思います。何か食べるとかそんなことよりも、さっきの食事で1日分は取れたんで、とりあえず寝床を改善しよう。めちゃめちゃしんどいこれ。うん、ちゃんとしよう。まあ、ちなみにですね、これ隙間が空いてたりするんですけど、これねちょうどここで肩甲骨が当たって本当に痛いんですよ。でそれで外してます。あえて外してますね。よし、じゃあ茅を取りに行きましょう。今回さすがに手袋使います。あとナタで切っていきましょう。行くぜ。茅は乾燥に強いのでそこら中に生えています。ゲット。これで屋根とかも作れます。これを10束ぐらい作れば屋根と床になるかな。よいしょ。暑いな。はい、それでは戻ってきました。まあだいぶ茅も集めて、ある程度床と屋根に使えるんじゃないでしょうか。まあ本当あと2倍ぐらいあったらいいんですけど、初日に川の水を飲んで食中毒に当たったのが悪化してきて、まあ、そんな中作業したっていうのもあると思うんですけど、めちゃめちゃ頭痛と吐き気がすごいです。本当はもう少し集めたかったんですけど、一旦休憩します。ただやっぱりもっと集めなきゃいけないんで、日が落ちてきた4時半とかそのぐらいにもう一度ねしっかり集めていこうと思います。
川の水を飲んだらダメっていうのは知識としては知ってたんですけど、本当に良くないですね。全然力が出ないです。一旦日が落ちる4時半ぐらいまで休憩しようと思います。ここを直して休憩したかったな。まずいな、マジの体調悪いやつだ。しがてらに当たった以来ですね。川の水舐めたな。多分動くより回復に専念した方がいいですね。まあ、一応昔病院で処方された抗生物質を持ってきてるんで、まあ、それを飲むっていう手もあるんですけど、なんか炎上しそうだよねまあ病院には行けないから、あくまでも10日間過ごさなきゃいけないから、まあ、最悪の場合抗生物質を飲むのも手段の一つではあるね。今2時間ぐらい寝転んでたんですけど、どんどん症状が悪くなってきてますね。胃がめちゃめちゃ痛いです。まずいな、サバイバルどころじゃなくなってるな。このドクターストップとかないんで自己判断になってくるんで、あまりにもやばそうだったら中止しようと思います。もう少し寝てみて明日の朝まで様子を見ようと思います。そう、だいぶ日が暮れてきたな。そのまましばらく動くことはできませんでした。もうすぐ夜ですね。このベッドじゃ全く休まらないんで、本当はしっかりと作っていく予定だったんですけど、一旦蚊帳を敷きましょう。多少良くなるはずです。特に上半身がきついんで、上半身周りに蚊帳を敷いていきます。これで多少はマシになるはずです。寝てみますか。あーでも全然違うわ。簡易的ですけど、あるかないかで全然違いますね。このままじゃ続行できないんで、とりあえず体力回復に専念します。今時刻は夕方の6時ぐらいです。まあ、こっから寝たらさすがに結構早めの時間に目が覚めると思うんで、まあ、拠点用の木材探しを明日始めていきたいなと思います。サバイバルやるとき一番気をつけなきゃいけないのは食中毒ですね。きついな。